クラスホーカンイエスパーストロムブラードは、スウェーデン、イエーテボリ出身のヘビメタルミュージシャン。主にインフレームスやディメンションゼロなどにおけるギタリストとしての活動で著名。現在は、サイラのギタリストとして活動している。また、ギター以外にも、ベースやドラムス、キーボードも演奏し、マルチプレイヤーとしても知られる。2004年にギターワールド詩の、 ギターワールド S100 g レイテストヘビーメタル、ギタリストオブオールタイムではインフレームスで同僚のビオン・イエロッテと共に70位に選出された。これはメロディックデスメタル系のギタリストとしては最上位である。4歳からバイオリンを弾き始める。バイオリンは12歳まで続けるが、その頃にギターに興味を持ち、バイオリンをやめ、ギターを弾くようになった。 1990年にインフレームスを結成する。同バンドは当初メンバーが流動的で、イエスパー自身はギターに加えてドラムスとキーボードを兼任することになった。その後ファーストアルバム、ルナーストレインまでドラムスを兼任し、キーボードはサードアルバム、ホーラクルまで兼任が続いた。インフレームスでは多くの楽曲の作曲に携わり、バンドの中心メンバーとして活動していた。 しかし、2009年3月にインフレームス公式ウェブサイト上でイエスパーがアルコールに関する問題の治療のためにツアーに参加しないことが発表された。このツアーには元インフレームスゲンエンゲルのニクラス・エンゲリンが参加することとなった。2010年2月12日にはインフレームスからの正式な脱退が発表された。ライブツアーには引き続きニクラスが参加し、 2011年になってニクラスがイエスパーの後任として正式にインフレームスに加入した。イエスパーはインフレームス以外のバンドでも活動を行っていた。インフレームスを結成した1990年にはセレモニアルオースにベーシストとして加入し、ファーストアルバムザブックオブトゥルースに参加した。セレモニアルオースを脱退した1993年には セレモニアルオースで共に活動していたオスカードロニャックと共にハンマーホールを結成する。ハンマーホールでの担当楽器はドラムスであった。しかしインフレームスの活動に専念するために1997年にハンマーホールから脱退している。そのため、ハンマーホールのアルバムには楽曲提供及びゲストプレイヤーとしてギターを一部で弾くに止まっている。 また1995年にインフレームスを脱退したギタリスト、グレン・ユングストロームと共にデスラッシュバンドディメンションゼロを結成し、1枚の EP と3枚のアルバムを発表している。また、フィンランドのヘビメタルバンドシナジーにも加入し、ファーストアルバム b e w e r e the Heavens に参加した。さらに2003年にはオールエンズにも参加した。2006年には デビュー前のデグレーデッドを発掘している。デグレーデッドは、インフレームスのメンバーが、レコーディングエンジニアとしてバックアップし、デビューを果たしている。インフレームス脱退後、ザ・レジスタンスというバンドを結成。ザ・レジスタンスでもギターを担当する。ザ・レジスタンスには、マルコ・アロ、グレニ・ユングストローム、アレックス・ロスバック・ホールスタッド、クリス・バーケン賞が参加している。また、 2012年には16年前に解散したセレモニアルオースの再結成に参加。脱退時と同じくベースを担当する。2013年よりオロフ・モルクが脱退したナイト・レイジにセッションギタリストとして参加。ナイト・レイジがヘッドライナーの日本ツアーエクストリーム・メタル・オーバー・ジャパン・ボリューム2にもセッションギタリストとして参加することが決定したが、 ツアー開始前日に体調不良による入院のためツアーに不参加となったことが発表された。その後体調は回復しナイトレージのサポートを続けている。2016年にザ・レジスタンスの脱退を表明し、これがきっかけとなってザ・レジスタンスは解散することとなった。ザ・レジスタンス脱退後、同年にインフレームスを脱退したピーター・イワース、当時アマランスのジェイクイ、 ルカトリ、リーズ・ラプソディのアレックス・ランデンブルクと共に、ヘビメタル、ハードロックバンドのサイラを結成した。イエスパーは、オンラインゲームワールド・オブ・ウォークラフトの熱心なプレイヤーとしても有名で、ワールド・オブ・ウォークラフトの T シャツを着て、ライブに参加することもあった。アルバムシングル、ミニアルバムライブコンピレーションビデオでもアルバムミニ、アルバムアルバムアルバムミニアルバムでもアルバム EP、アルバムシングル、 ありがとうございます。